このあれですね、こうフリーフラットファンっていうね、T シャツも着られてる時ありますよね。はい、なるべくフリーフラットファンの T シャツ着て、メディアに出るときはフリーフラットファンっていうのが映る、その T シャツを着て、なんか、いつも言ってるねみたいなのを、ちょっとこうですね、サブリミナル効果じゃないですけど、はい、なるべく意識してます。この言葉って、ね、3つ並べるっていうのは、いつからやられてらっしゃるんですか？3、4年前に、なんか、ヤフーアカデミアで、なんかね、ヤフーアカデミアのウェイを考えようと思って、まあ、フリーフラットファンだな、みたいなね、ふと思って、で、じゃあ、せっかくなんでイベントもあるんで T シャツ作ろうっつって T シャツを作ったんですよ。なので、もともとは非売品で、ヤフーアカデミアの人間だけが着てたんですけど、フリーフラットファンで。まあ、今もね、普通にこの本出てからは、一般にも発売してるんですけど、なるはほい、まあ、で、ヤフーアカデミアのウェイとして作ってたんですけど、要するに僕自身の大事にしてることでもありますよね。で、フリーっていうのは要するに自由ってことじゃなくて、まあ、常識にとらわれないっていう、そんな思いですよね。で、フラットっていうのはまあフラットですね、字のまんまですけど、やっぱみんな違ってみんないいっていうのをすごい大事にしてて、要するになんかこうね、この人は偉いとか偉くないとか、金持ちはすげえとかね、なんかこう有名人はすげえんだとか、そういうんじゃなくて、もうみんな違ってみんないいって、みんながリスペクトする社会になったら、もうその貧困とかね、なんか差別とかなんだとかっていうのはどん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 なくなっていくんですよね。なので、まあ、フラットっていうのを大事にしてて、で、そんな世界の中でファンでいるためにはどうしたらいいかっていうと、やっぱり自分の人生を生きていってほしいっていうことで、自分の人生生きればファンだよねっていう、まあ、そんなことを思いを込めて、フリーフラットファンっていうふうに。すごくね、共感しましてですね、そういう、有名な人こそね、なんかちょっとこう上下になったりとか、まあ、そういう関係性を取らざるを得ない状況が出てきたりはするんですけど、なんかそういう、なんか伊藤さんのような方が、そういうね、ことをこう周知していただくことで、どんどんね、変わっていく、世の中も変わっていけばいいなっていう思ったりはしますね。なんかその結局なんだろうな、一人一人が違うんだっていうことで、それは例えばスポーツ得意な人もいれば、ね、そのビジネスが得意な人もいれば、子育てが得意な人もいれば、まあいろいろなんですよね。で、なんかその、いや、なんも得意なものないよっていう人でも、何かしらスペシャルなものっていうのはあるわけで、まあそういうところを大事にした世の中にしたいと思いますよね。でも今世の中ってなんかだいぶそういうことが大事なんじゃないのっていうのはね、マネジメントの世界でもそうなってきてるし、まあでもまだまだね、その差別とかなくならないで、まあその世界全体にそういうふうなことが浸透してるかって全然してないと思うんですけど、まあ、それを浸透させていきたいと思いますよね。で、なんか伊藤さんの今までのこう人生のお話を、この本にもね、もちろん書かれていらっしゃるんですけど、震災を機に、すごくこう生き方がガラッと変わったってことをおっしゃってたかと思うんですけど、やっぱそこが大きなターニングポイントだったんですかね。そうですね。だからもう、そうね、20代の時は本当になんか全然仕事もやる気ないし、もうなんかメンタルもダメになっちゃうし、もうダメダメみたいな感じだったんですけど、まあ20代の最後の方に仕事をやるっていうことは覚えたんですけど、まあなんだろうな、普通に、会社員として、なんか上司から与えられた仕事を一生懸命やるみたいな、まあそんな仕事をずっとしてたんですけどね。だから10年前、震災が起きた時に、まあそれじゃダメだなっていうか、別にそれは当然会社員だったんで、今もまあ会社所属してるんですけど、なんかね、やるべきことはやるんですけど、ただその一方でやっぱ自分の意思に基づいてやるっていうことが、まあ、とてつもなく重要だなっていうのを実感したのが、本当に震災のタイミング、地震起きて、これ物流とかその商売とかでどうやって復活させんだっていう時に、まあ、そのなんかいろんなことを取捨選択しないといけないし、で、その取捨選択に正解がないんだっていうことが分かっちゃったんですよね。まあそうですよね。今の世の中みんな正解ってないと思うんですけど、正解ない中で、じゃあどうやってその意思を、ね、意思決定して進めていくかっていうと、まあ自分の意思しかないんだなっていうか、まあ当然みんなと話しながらですけど、まあ最後の最後はリーダーの意思なんだなっていうふうに分かってから、やっぱりなんか自分の意思に従って生きていくんだっていうところは非常に思いが強くなったっていう、そんな感じですかね。
これが45歳の。そうそうそう、だって10年前なんて、今54歳なんて44歳ですかね、うん、あ、うん。40超えてからですよ。だからリーダーシップとか何かっていうのを知ったのもまあその時なんで、はい、今偉そうにリーダーシップは自分を導くことであるとか言ってますけど、はい、ほんの10年前ですからね、知ったのは。で、いろんなこう体系化して、この本の方にも、いろんな、ね、書籍もいろいろこうビジュアルで分かるように説明されてらっしゃるところもあるじゃないですか。こういう体系化されてるものとか、うん、それを体系化していったのもその以降なんですね、45歳以降。そうです、そうです、もう全然そうですよね。だって、そんなこと意識もしなかったんで。だからなんか、本当その、いや、そうやって意識してみると、世の中のことっていうのは、いろいろ見えてくるっていうか、あ、分かる、あ、そういうことなのかって、いろんなことが、まあ、こう、目うろこに分かってくるんですよね。っていう中で、分かりやすく、これ、そうかって、俺なんかもやもやしてたけど、こういうふうにやればできるじゃんみたいなことっていうのはめちゃめちゃ増えて、それで、それ全部構造化したっていうか、あ、こういうふうに考えれば誰でもできるぜっていうふうに思ってやってるのが、まあ、僕のその Z アカデミアでの仕事だし、武蔵野大学の仕事でもあるし、まあ、自分の本であるしっていう、そういうことですよね。まあ、それも、一日一日振り返ることで、その体系化も、こうできていく、そういったつながりもやっぱあるんですか。そうそうそう、だから結局まあ、でかく考えてというか深く考えることも必要だし、それからその深く考えると同時に、まあ、なんかなんだろうな、こう一瞬だけ深く考えてもダメで、まあ、日々その考えていくっていうことがやっぱ大事 で、そうすると日々考えて、うん、考えるってどういうことっつうと、やったことを振り返って、それでこう気づくと。だからこれ本当に仕事やっただけじゃなくて、なんか例えば僕なんかの例で言うと、映画見てても気づきはあるし、うん、漫画読んでても気づきになるし、うん、人と話してても気づきになるしっていうことだと思うんですよね。まあ、そういうことで日々常に、まあ、なんていうのかな、自分の人生っていうのを考えていくっていう。だから結局マネジメントにしてもリーダーシップについても、まあ、生き様なんですよね。で、生き様ってね、なんか例えば1年に1回10時間考えたところに出てくるわけじゃなくて、毎日毎日、うん、つまりどういうことっつって自分で問い続けるっていう、まあ、そういうことなんだと思うんですよね。うん、で、最近英語で寝言を言われることもあるってお聞きしたんですけど。あ、まあ時々今ね、また聞かなくなっちゃったんですけど。はいはい。英語を話せるようになっても、そのサイモン・シネックさんの、うん、動画をこう、うん、何回も反復して見続けて、その前はやっぱりこう全く話せない状態、まあ、うん、そう、うん、だからまあ受験勉強とかのレベルでは、ね、はい、結構すげえ勉強したんですけど、その後別に何もしなくて、うん、で海外とかも、はい、まあ、ちょびっと行った時あるんですけど、ほとんどできずだったんですけど、はい、なんかその、うん、たまたまその、ね、海外から大学生が来るっていう、そこで講演しなきゃいけないっていうところがあって、あ、じゃあ英語でですか。そうそうそう、英語で聞こえ、はい、まあ、もちろんその通訳も言いながらみたいな感じだったんで、全部英語で、はい、まあ、全部理解する必要ないんだけど、あ、てか話す必要ないんだけど、はい、そういう機会があって、まあ、結局コロナでね、はい、それなくなっちゃったんですけど、はい、その時にね、なんかちょっとこう話すこと自体できないけど、もっとリズミカルになんか話したいんだよなみたいなことを思った時に、はいはいはい、まあ、テッドでそのサイモン・シネックっていう人の、はい、スタート・ウィズ・ホワイトっていうのの動画が非常にこう僕がリズムがすごい好きだったんで、まあ、何回か聞きながら、ちょっとこんな感じで慣れたらいいなって思ってたら、まあ、10回聞いて20回聞いて30回ぐらい聞いたら、ちょっとこう理解できるし、それがこう言葉が口をついて出てくるんですよ。あ、これいいなと思って、はい、何回も何回も毎日聞いたんですよね。毎日聞いたらもう本当に口をついて出てくるようになって、うん、もう最初に聞き始めた時は何だろうな、もう 3% ぐらいしか分かんないのが、うん、どん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 分かってくるわけですよ。だってね、うん、その口をついて出てくるぐらい文章を覚えちゃってるから、自然と、はい、あ、これよくよく考えてみたら赤ん坊が英語を覚えていくプロセスってこういうことなんだろうなと思ってるうちに、うん、なんかいつの間にか英語で寝言言ってたんですよね。そうで、英語で寝言言って起きて、でそこに娘がいてね、はい、あれ、俺英語で寝言ひょっとして言ってたって言ったら、言ってる言ってるって、まあ、普通の顔で言ってて、え、なんでこいつ驚かねえんだろうなと思ったら、はいはい、だってパパなんか四六時中英語で寝言言ってるよっていうふうに言って、
え、あ、そんな状態になってたんだなっていう。これはなんかだからある意味英語学習の、はい、ある意味こうなんだろうな、一つのパターンなんだろうなって自分で気づいやってみて気づいたっていう。なんか自分がこういうふうに話したいなみたいなのを、うん、お手本にして人それぞれそれもね、うん、あるってことですよね。そうそうそう、はい、そうだと思いますよ。うん、聞いてで話したりもしてたんですか、そういう例えば風呂場でこう話したりとか。いやだから意識してね、はい、やってたわけじゃないんですけど、なんか聞いてると覚えるんで、覚えてなんかこうなんか口ついて出てくるから、はい、それに任せて言ったら、はい、サイモンシネック、まあ、サイモンシネックだけじゃなくてスティーブ・ジョブズとかね。スティーブ・ジョブスっぽく出てきたり、はい、サイモン・シネックっぽく出てきたりするわけですよ。ワンフレーズだけとかね。だからやってると、なんか、はい、あれって、でもうちょっと聞こうっつって、そうするとこれが2フレーズになっていくっていう。で、こう、分節になっていくみたいな。だそういうことをやると、まあなんかね、うん、まあ結局、なんだろうな、聞いて覚えてるだけなんですけど、これでもその部分の、ね、こう、一つのまとまりの、その一塊の文章って、まあ、分かるわけです。分かるし、その構文とか文法とかもそれで分かるわけですね。で、単語も当然分かるわけですね。はい、あだから、これはすげえとかって思ったんですけどね、うん。ちょっと私も英語の勉強をね、話せるようになりたいなって思ってるので、うん、ちょっと参考にしながら、うん、私も好きな動画見て、うん、英語の一行日記もちょっと私、英語でね、なるほど。ツイッターでやらせていただいてしてるので、うん、ちょっとね、1年後ぐらいの成長を楽しみに。うん、はい、はい、だからテッドとかもそうだし、はい、テッドとか、あと映画の、その映画のセリフとかで練習したら、あといいのはね、YouTube でスポーツの実況とかがいいって言いますよね。本当に何だか分かんないですけどね。そういうので、そのままミラーリングとかを真似するといいっすよって、ね、言われたことありますね。はあ、ちょっといろいろ参考にさせていただければと思います、はい。はい。またちょっと講演でもね、お忙しいと思うんですけども、いろんなところでぜひ実施いただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、お時間ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。はい、失礼します。はい。